お疲れです。よしみチャンネルです、今回はですね、じゃがいもですね、じゃがいもの、まあ、いろんな品種のちょっと食べ比べをしていきたいと思います、とりあえず、最初は、蒸して、食べてみたいと思います。その後ちょっと唐揚げとか、フライドポテトみたいな感じで、まあ、とりあえず食べてみたいと思います。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。はい、そしたらですね、こちらが北あかりですね。北あかりと、こっちがシャドークイーンという芋ですね。ちょっと中が紫色になってます。あとこれがノーザンルビーっていう、中がピンクっぽいジャガイモですね。で、あとこっちがちょっと黄色みかかったインカの目覚めですね。こちらをちょっと蒸して、ちょっと食べてみたいと思います。見た目もね、それぞれ綺麗ですね。こっちが北あかりで白っぽくて、そうですね、インカの目覚めが黄色っぽくて、あとこっちピンクっぽいですね。で、色もそのまま残ってて面白いですね。紫芋みたいですね。ちょっとですね、せっかく熱々なんで、ちょっと塩コショウとバターを振ってちょっと食べたいと思います。もう定番のジャガバターですね。このままちょっとそれぞれ味見溶かして、よいしょ、いきます。いや、うまいっすね。じゃあ今度はこれをちょっとフライドポテトみたく揚げて、そうですね、食べていきたいと思います。そしたらですね、それぞれ、打ち粉ですね、ちょっと小麦粉と片栗粉混ぜたやつでちょっと打ち粉していきます。薄く、はい、そしたらですね、打ち粉したのを揚げていきたいと思います。ちょっと低めな温度で揚げていきます。大体ですね、そうですね、150度くらいかな、低めで入れていきます。今回のじゃがいもはもう先に蒸して柔らかくなってるので、そうですね、下手に箸でこうかき混ぜちゃうと、表面固まる前に崩れちゃうので、ある程度の時間ほっときます。そしたらですね、表面もいい感じなので揚げていきたいと思います。これだいたい15分くらいですかね。結構色、ね、色焦げてきちゃったんで、綺麗な色を、ね、残したいので揚げていきます。こんな感じで揚がりました。はい、こちら油切ったら、そうですね、一旦キッチンペーパーでも油切りたいと思います。そしたら熱いうちに、ちょっとね、今回塩コショウをちょっと振りかけたいと思います。はい、そしたらですね、塩コショウをちょっとね、熱いうちに振りかけていきます。よく紙袋とかある場合はそれに入れてガシャガシャすると簡単にできます。北あかりで、インカの目覚めですね。あとシャドークイーン、あ、ノーザンルビーか、ノーザンルビーとシャドークイーンですね。はい、今回のフライドポテトの完成になります。こっちがね、北あかりだと思います。切った大きさからすると。いただきます。うん、外はカリッとしてて、中は今回ね、この芋の特徴もあるかもしれないですけど、結構ね、しっとりしてて美味しいです。うまいっすね。でもこれインカの目覚めですね。いただきます。いや、これ美味しいですね。うまいっす。さっきのよりね、身がギュッと締まってるって感じして、硬さはね、しっかりしてますね。美味しいです。
2つ、そしてこのピンクのやつですね、ノーザンルビー、ちょっといただきます。美味しいですね。うまいっす。で最後はこの真っ黒いやつですね、紫色だったやつの、シャドークイーンかな、いただきます。美味しいですね。うまいっす、うまいっす。ホクホクしてて美味しいですね。これもうまいっすね。全部うまいっすね。もう迷った時はこうやってミックスにして出せば問題ないと思います。やっぱ定番のトマトケチャップですね、つけても美味しいです。今回ですね、まあ試食するのにちょっと蒸してね、じゃがいも食べたんで蒸したやつあげたんですけども、しっかり外はサクッとしてて、中はね、しっかりジューシーなままね、美味しく仕上がってます。美味しいフライドポテトに仕上がりました。今回の動画も良かったと思いましたら、いいねボタンまたはコメントよろしくお願いします。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。